どうもヨルティです。今日もトマの聖書物語やっていきます。今日は3日目なんですけど、前在ということで対戦していきます。全力でいくと、おお、勝てると思ってる。でちょっとサクセスでミートをちょっと上げてしまったので能力が上がってます。で、方向に打ってヒットをしよう。 OK、 あっ OK、 リーツライト打っちゃった。レフト方向ね、あれショートがよくある。うわ、レフトに打つのがこんなに難しいと。どうだ、なんとかレフトか。やっと1個クリアできた。センター方向に行ったでしょ。やってやら、 OK、 マークのセンターですね。間違いないですね。相手方向に行ったでしょ。最初は散ったかな。いや、それインコース、あ、ライト、ライト、ライト、止め。失敗。あ、失敗する、どうなんだこれ。肩上がってどうする、観念が足りないような。確かに。どうなるのか。いや、1回でクリアできないとは。いや、レフトの打つのがあんま難しいと。ヒット打つだから別に強振しなくていいか。あ、センターどうでしょう。いや、レフトの打つって難しい、個人的に。で、センター、ん、うわ、レフト、いや、あんなに打てなかったレフト。あれ、なんかワンレフトが見たしかも、スタミナ、これはね、そう、あ、ライトが取ってるよ、なんか。オッケーだったし。あれ、疲れが回復してる。おいー。あれ、なんかめっちゃ難しくないか。いや、普通に。全力でいくぞって声を前回声が先なのか。よし、もう一回行きましょう。わかんない、でもなんだ、え、これはセンターでしょ。あ、やっぱセンター。裏の位置はおかしい。あれぐらいくらいしたらなんか、シンカーってきてるし。シンカー投げるのか。でも簡単だ。ヒットでしょ。だったら最初とか投げてくんないの。
と思う。見事こういう感じですね。あ、そうです。次はまあお二人やなんだけど、それは明日言います。以上、ご視聴ありがとうございました。